こんにちは。選手権静岡大会も開幕しました。ナブシ、今日はね、昨日ね、私ちょっと用があって、野球塾なかったんで実家に行ってきたんですよ。その時にいろいろ立ち会いながら、撮ってきた動画も含めましてね、ちょっとこう夏の大会に向けたお話させていただきたいと思います。今日はメンタルの話になります。どうぞよろしくお願いします。ナブシダーシー、向こう届くように。のぶしチャンネル。まずね、天竜の二股取るときに、ね、母校のグラウンドを覗いてきました。私の母校は二股高校って言って、妻なんかもその時に出会ったクラスメイトなんですね。この間五日の森井沙さんのうちに手合わせて訪ねたら、奥さんが、私も浜松の森下と高校時代のクラスメイトなんですよって言って、奥さん言ったけど、うちも一緒なんですなんて言ってね、はい。まあ、そんなことで私は二俣高校の野球部でね、思い出のグラウンドですね、汗流したブルペンなんかも、当時本当に土持ったようなブルペンで、私が練習試合で浜名高校してね、当時杉山正樹先生と富山淳二先生ってね、素晴らしい指導者がいて、グラウンドがすっごい綺麗だった。それに感動してね、二俣高校のブルペンもこういうブルペンで俺毎日練習したいなってことで土持って一生懸命やりました。そんな話を教員になってからね、富山先生にしたのかな、杉山先生もしましたね。そしたら、いやそうなんだって、それは中澤君が一生懸命高校時代からやってた証拠だ、そんなエピソードあって、こう言ってもらえたんですけどね、嬉しいです。田端高校はね、今ね、天竜林業と合併して天竜高校になって、赤堀先生っつってね、開会式でもお会いして、すいません OB なのに顔も出さずなんて言ったら、そうだよ毎日来いよってこう言っていただいたんですけどね。あ、それこそ番頭のね、新しい監督の赤堀君のお父さんなんですけど、はい。後輩たち頑張ってる様子見ながら、北上してって。お、いた、いた。お、いた。いや、赤ちゃんいる。赤ちゃん連れてる。赤ちゃん、大群だ。大群だね。大群だ。本当だ。本当にいっぱいいるね。それで、秋葉ダムですね。立山にあるダムだけども、先日の豪雨でもう全壊、うわーって眺めながら、こうしたら怖いなーって。で、私に通ってたとこも今トンネルがそれこそ具合が悪いってことで、迂回させられて、その迂回する道は昔の旧道なんだけど、もう断崖絶壁なんですよ。その断崖絶壁の向かいは、私が少年野球始めた一番原点のグラウンドがその絶壁の向かいにあるんだけど、この間の鮎釣りのね、動画の中で下に降りていく階段を落としましたけど、全然柵がない、うちの息子が怖いって言ったんだけど、昔は整備されてなかったから柵がなくて当たり前だったんですよ、僕ら子供の頃は。で、落ちてじゃあ死ぬのか、すらし落ちた人なんかいないんですよ。やっぱ危なかったら危ないで気をつけて渡るんで、危険を教えるっていうのも本当は私は大事かなと思います。だからうちの息子それびっくりして、うち帰ってきてからね、ガードレールの絵を描いたぐらいインパクトがあったみたいです。ちょっと待ってくださいね、どっかで、ね、要するに絶壁の道路を渡りながらね、私はもう昔から何とも思わないんだけど、息子が落ちたら死ぬね、すごい怖い、このガードレールがなかったらとすごい言うんですよ。で、私言ったんですよ、ガードレールさあるけど、結局これガードレール当たった人っていないんだよってじゃあなくたっていいじゃんって話になるんだけど、あった方がまあ道幅もわかるし、安心するんでしょうね、うん。そしたら息子が、じゃあ僕にとってのお父さんと一緒だねって。なるほどと、まああるかないかでね、実際使わなくてもそこにあるっていうだけで安心して道路を渡れるっていう、ガードレールっていうのはそういうものかと、メンタル的なものですね、柵とかガードレールっていうのは。なきゃないで大丈夫なんです、ないようにやれるんですけど、
ああ、なるほど、そういうふうに考えるのかとこう思ったんですね。土曜日、水曜日は牡蠣殻まぶし。おお。ここは向くことはない。あとね、あの山登りながら不動の滝っていうね、まあ、すごい滝なんですよ。でそれこそ大雨の影響ですごい水しぶきでね、動画そこで撮るといいかなと思ったけど、もううるさすぎて撮れなかった。すごい水。すごいね。はい、こんにちは。撮ろうと思ったけど、先日の豪雨で音がうざすぎてとても撮れませんので、うちへ行きたいと思います。さようなら。で私が昔、あの10年ほど前かな、真冬にね、滝に打たれに行った滝で、まあその経緯をまた暇な時があったらお話ししますけど、はい、あの思い出の滝行きました。そこも橋の上から見ると本当に、押したらひとたまりもない絶壁なんですよ。そういうのをたびたび通りながら見ていくと、あの押したら死ぬなとかね、怖いなと思ったんですけど、実は夏の体験がこの心境になるんです。昔ね、私やっぱり野球の監督になろうとした時に、いろんなこう方から話聞く中でその話になって、夏の大会は押したら高校球児として死ぬから、やっぱり普段できることが緊張でできなくなるよと。それは地面に書いてある一本の線を歩くのと、まあ、平均台でもそうですし、もっと言うと2つある学校の校舎をそのはしごのラインで渡したら、あの足も震えて立つこともできなくなるでしょうって。同じ幅の道を歩くっていう行為でも地面に書いてあれば何でもできるのに、それが平均台になると空中になってちょっと緊張し、校舎の屋上となるともう足が震えて立つこともできない。これは能力じゃなくてメンタルなんだと、こう教わりましたね。で夏の大会っていうのは、状況設定が、まあ、校舎の屋上とは言わないけど、相当こうハードルが高くなると。地面との違いは、落ちた時に死ぬっていうアドバンテージだよ。地面との違いは何かって言ったら、落ちた時に死んじゃうっていう恐怖感だよな、つって。なるほど、とこう思ったんですね。で、その後私なり自分で考えて、でも飛び職の人って高いところでやってるよなって言って話聞いてみたいなと思ったんですね。でうちの兄貴は大工やってたから、そういう方が何人か、聞いたことがあるんだけど、いやーまあ確かに怖かったけど、もう先輩の大工にどつかれるのが怖くって、究極の選択で渡ったって。一回渡ったら渡れるようになるよって。あるいはもうほとんど今平気だけど、月に1回ぐらい、なぜか知らないけど今でも怖いなって思う時がある。多分コンディションなんでしょうね。あとは調子がいい時ははしごの線を見て歩いていけるんだけど、悪い時は下が見えるとかね、いろいろ興味深い、未だになんだか分かんないんだけど、そういう情報の断片はいくつか持ってます。それを野球に置き換えて、私はまあできることできないことなんていう話を子供たちにするんですけど、それはまたどっかの動画でも話しますしね、また別の機会にしましょう。まあそんなことで、飛び職っていう考え方を私はしたんだけど、もうねそれから10年も15年もしてね、内山先生と話した時に、どうかなって、あのチベットの方行くとね、生活の水を川からあの担いでくる子供が手伝いするときに、あいつら平気で渡ってるんじゃないかって言われてね、これだと思いましたね。だから多分内山先生が言いたいのは、いやいや理屈じゃなくて生活のために必要だったらやるんじゃねっつって。そこで私がやっぱり飛び職以上にその言葉がすごく、自分が十数年来悩んでたっていうかね、答えを探したことだったんで、一気に霧が晴れた気がしましたね。見事なまでにあっさりとね。月曜日と木曜日はハマったのぶし。おお、いきなり打った。おい、打てるよ。打てるじゃん。おお、打てるじゃん。よし、当たっていい。
そう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 。いいじゃん。おお。57.5。だから今思うとそういう一見恐怖心というかそういうものを取り払うものっていうのはいろんな要素があると思うんですけど、まあ結局は共通しているのは必要性っていうことと、あともう精神的に吹っ切れるっていうか思い切りですね。もうエイヤーです。エイヤーっていう言葉ありますよね。それこそオールスター狙われた岩崎がよく言うんです。お前あの5万人の中で優勝かかって投げるって言ってどうやって投げるのって。いやもう最後はエイヤーですよって、真ん中めがけてエイヤーです。それも必要じゃないですかと。全てそうじゃないんですけど、それが必要な時も正直プロの世界でもありますと言ってました。高校野球でもね、負けたら引退なんて考えたらね、うん、そうじゃなくて、どうせ負けたら引退するんだから、どうせ負けんなら思い切ってやろうっていう境地に持っていき、いける人が強いと思いますよ。あの昔のね、厳しかった監督さんの下で野球やった人はみんな言いますけど、もう 黙らせるために俺はやったと、監督を。そういう意見よく聞きますし、夏の最後の夏だけは、ふたうるせえ、もう、普段ね、何かやれば文句しか言わない人がニコニコしてる、それだけで本当にやりやすかったっていう人もいましたけど、もう3年間ギュッギュッギュッと締めて締めて作り上げて仕込んで、最後にバーンとこの間の話じゃないけど、やるのがうまい監督が勝ってたし、選手も散々やってきてやってきて、大事な大事なこの3年間の努力を最後にバーンと解き放てるとね、いいんじゃないかと。まあ、あの私の T シャツにもなってますけど、池田高校の土田監督はね、鍛錬千日の行、勝負一瞬の行っていう言葉を私に送ってくださいましたけど、高校野球3年間千日鍛えても勝負は2時間のゲーム一瞬なんだと、そういう言葉なんですけど、ね、夏の高校野球の試合皆さん頑張ってください。まあ私が言えることはね、今の話のまとめとして、もうどうせ負けるんならエイヤーでいきましょうよ。そういうことです。はい。じゃあね、皆さんの健闘を祈ります。本日は以上です。